こんばんは、勝則です。今日も食事の内容と体重の変化を記録投稿していきます。サムネイルはウインナーオムレツと普通のオムレツです。サムネイルはウインナーオムレツと普通のオムレツです。ウインナー2本、LL の卵6個です。で、主食はご飯、わかめスープ、昨日の野菜炒めの残りですね。これで足らなければもうちょっと卵食べるか、落花生食べるか、野菜炒め作るかします。食べた分は追加します。食べた分は文字で追加します。体重ですね。体重 56.1、 300g 減ってますね。体重 56.1、 体脂肪率 14.9、 基礎代謝 1288、 内臓脂肪レベル5、筋肉量 45.2、 筋肉量スコアマイナス2、推定骨量 2.5。 もう一度、体重 56.1、 体脂肪率14.9、 基礎代謝1288、内臓脂肪レベル5です。もう一度、サムネイルはウインナーオムレツ、白ご飯、わかめスープ、野菜炒め、以上です。今日はこれで終わりです。ご視聴ありがとうございました。